昨日皆さんに最初に質問したことは、天地創造よりもキリストの救いを述べ伝えるべきではないですかっていう質問に対して、皆さんはどっちが大切だと思うかと考えてもらいました。そしてそれはなぜなのか考えてもらったわけですけれども、今日はそれをさらになぜ両方とも大切なのかっていうことを考えていきたいと思いますので、そのことを心に留めながら聞いていただければと思います。さっき映ってた青いスクリーンのがそうなんだけれども、あ、映ったね、はい、ありがとう、はい、私たちが時々牧師をやっていたり、あるいは他のクリスチャンの方からもですね、時々質問を受けるわけですけれども、牧師からも受けますけれども、天地創造よりキリストの救いの方大切でしょうって言われます。で、なぜそうなのかっていうことを考えていきたいと思いますけれども、今日は人類の起源について話しながらそのことを考えてみたいと思います。昨日本山さんと話をしながら、あ、この話をしたら一番いいかなっていうふうに思いました。人はどこから来たのか、これが多くの人にとって問題です。なぜでしょう。自分はどうして存在するようになったか、皆さんどうですか。どうでもいい話ですか。大切な話ですか。大切ですよね。前はつかないのは、さっきはついてたけど、どうし、何かかな。接続、そっちの問題、こっちの問題。多分そっちを動くとこっちも。左右されるので、ちょっと一回、そちらをつないで映る形にしてもらっていいですか。そうしたらこっちつなぐので大丈夫。はい、明かりがついてないけれども、それは大丈夫だね。はい、じゃあその状態で、大丈夫だね、はい、じゃあその状態でお願い、あれ、また変わった、接続が良くないですかね、はい、はい、映ってますね、大丈夫ですね、はい、それでは、はい、失礼しました。じゃあ続けさせていただきます。私たちは誰もが思考の枠組みを持っています。考える時の枠組みですね。その枠組みの中で考えるようになっています。この思考の枠組みを世界観という言葉で表すことが多いですけれども、
私たちは教えられたことに基づいて考えるようになっています。新しいことを考え出すのも教えられたことに基づいて新しいことを考え出すので、私たちは教えられたことにとらわれてそして生活するわけですけれども、ということは何を土台として考えているかがとても大事なことになってきます。で、私たち日本では、特に学校で進化論が教えられていて、進化論に基づいて自分はどういう存在かっていうのを考えるようになっていますよね。聖書は聖書に基づいて考えなさいっていうことを繰り返し言っていますけれども、皆さんはどちらに基づいて考える訓練を自分でしているでしょうか。左側と右側、茶色と緑の図ですけれども、どちらも上の部分は同じです、思考方法とあって、証拠を観察してそしてその証拠を説明するっていうことですね。で、証拠は同じ証拠です。化石があったり、植物とか動物とか、あるいは人の体とかですね、頭蓋骨もありますけれども、そういうものを見てどういうふうな説明が出てくるかっていうことなんですけれども、その説明を決めるのは何かっていうと土台です。証拠が説明を決めるんではなくて、土台となっている考え方が何をどう説明するかを決めていきます。はい。で、学校ではいろんな教科書が使われていますけれども、聖書を土台として考えると聖書に基づいた教科書が出てきます。聖書を無視すると進化論に基づいた教科書が出てくるわけですね。で、私たちは教科書に書かれていることは正しいって思いがちです。どうですか、教科書間違ってると思って教科書読んできた人どれぐらいいますか。いないですか。教科書に書いてあることを正しいと思っている人、思ってきた人、はい、ありがとうございます。2018年にノーベル賞を受賞した本庶佑博士という方がいます。で、この方がですね、何て言ったかっていうと、教科書を信じるなっていうメッセージを発したんです。なぜなら教科書には間違ったことがたくさん書かれているからですね。今正しいと思われていることでも、明日になったらそれ間違いだったっていうことになるかもしれない。今科学者たちがこれが正しいって言ってることが、明日になったら違ってたっていうことになるかもしれない。それが教科書に書かれているわけですね。で、私たちはその教科書に書いてあるから正しいではなくて、安倍さんでしたか、はい、よろしくお願いします。教科書に書いてあるから正しいではなくて、本当はどうなっているのかを信じることが、考えることが大切だ、そういうメッセージを本庶佑博士は発信したわけですね。彼は信仰を持っているわけではありませんけれども、教科書に書いてあることが正しいんではなくて、実は土台が教科書の内容を決めています。土台っていうのは創造主がおられるっていう土台に立って考えるならば、聖書に基づいた教科書が作られます。逆に進化論を土台とした考え方をすると、進化論に基づいた説明の教科書が出てきます。お、はい、ちょっとお待ちくださいね。
進化論を土台として考えると、進化論を土台とした教科書が当然出てくるわけです。で、皆さんに考えていただきたいことは何かっていうと、皆さんは進化した存在なのか、それとも作られた存在なのかっていうことですね。世の中では人は作られた存在とは教えないわけですね。進化した存在だっていうふうに教えます。皆さん考えたことありますか？自分はどういう存在なんだろう、作られた存在なんだろうか、それとも進化した存在なんだろうか。もっと言えばですね、皆さんは創造主の子なのか、それとも猿の子なのか、どうですか？猿の子だと思う人、猿の子だって言われたら嬉しい人、どれぐらいいますか？創造主の子として作られている、皆さんは創造主の子ですよって言われたらどうですか？嬉しい人無理やり手挙げてないですよね。皆さんは創造主の子として作られているっていうことを聖書は教えているわけですね。もう一つ違う形で考えると、皆さんは創造主の形に作られた存在なのか、猿の形に作られた、まあ、猿の形を受け継いだ存在なのか、どっちかっていうことですね。もし猿の形だと思っているなら、自分は猿の形だと思っているなら、猿であることを追求しても何のおかしいこともないわけですね。自分は動物だ、動物に過ぎないか、他の動物、猿がやっていることを人間がしても何のおかしいこともない。でも創造主の形ならどうでしょうか。創造主の形なら創造主の技を行うように本当は作られているわけですね。アダムが罪を犯さなければ、創造主がアダムとエヴァに期待した通りのことをアダムとエヴァはしたでしょうし、また私たちに対しても創造主は創造主の形を与えて私たちに期待しておられることがあるっていうことが言えると思います。コロサイ人への手紙の2章20節から3章2節のところを、読みたいと思ったんですけれども、ちょっと待ってくださいね。これコロサイ書の2章8節を読みましょうか。2章8節のところですね、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。あの第3版と2017では、この世に属する幼稚な教えとは訳されてないかもしれないですけれども、で、ここのコロサイ書の2章8節は幼稚な教えっていうのはどういうことを言ってるかっていうと、基本原則ですね、この世の基本原則によるものであって、キリストの基本原則ではありませんっていうことをここでは言いたいわけですね。この世の基本原則に騙されてはいけません、聖書の基本原則で生きていきましょうっていうことを語っています。この最初の3章の20節からも、同様なことがさらに発展させて書かれているんですけれども、私たちはまずこの世の基本原則がある、またキリストの基本原則があるっていうことをここに留めておかなくてはなりません。昨日話をしたときにペテロに対してイエス様はこの世の人はどう考えますかって聞きましたね。で、その後あなた方はどう考えますか。ペテロは最初は御父の教えに基づいて答えました。その次ペテロはイエス様が自分は殺されて亡くなる3日後に蘇るよって話した時に、
ペテロはこの世の原則に基づいて、世の中の当時の世の中の人たちが考えている考え方を信じて、いやそんなことありません、この世の基本原則で考えてしまったわけですね。私たちはキリストがどう考えているのか、キリストが私たちにどう考えさせたいのかを考えていかなくてはならないわけですね。コロサイ書の2章20節から読みましょう。はい、もしあなた方がキリストと共に死んで、この幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もないのです。はい、ここまでで、この2章の20節のところで、この世の幼稚な教え、これも別に教えが幼稚だっていうことではなくて、この世の基本原則ですね、この世の基本原則から離れてキリストの基本原則に基づいて生きることにしたのならということをここでは語っています。どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、この世の人たちがこれが大事だって思うことに基づいて生きているんですかということをパウロは質問しているわけですね。で、私たちはこの世の中で生きていると、ついこの世の基本原則で考え、この世の基本原則で生きるようにこう力がかかってくるわけですね。外からのプレッシャーもあるでしょうし、自分でもこう考えるのが正しいんだっていうふうに思ってしまったりですね。この場合は21節の場合はストア派の教えでしょうかね、あれをしてはならない、これをしてはいけない、禁欲主義ですね。で、それは人間の戒めと教えによるものだってここで教えています。今日の人間の教えの一つが進化論ですね。そうすると進化論に基づいて考えることが当たり前だっていうふうなプレッシャーがかかってくるわけですね。逆に言えば進化論に基づいて考えないと変な人っていうふうに思われてしまうわけですね。でもですね、それは肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もない、この場合は禁欲主義ですけれども、でも私たちがこの世の基本原則に基づいて生きていこうとするならば、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないわけですね。これがいい教えだ、あれがいい教えだ、そう思ったとしても結局していることは自分の欲求の追求になってしまうわけですね。で、3章の方に行きますと、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたなら、イエス様を本当に信じたなら、上にあるものを求めなさい。これが大切ですね。この世のものを求めて、この世の考え方を求めていくならば、このような昨日出たの話では LGBT っていう考え方があって、それが大変なこの世に影響を与えていて、そういうことを追求していくならですね、それにとらわれてしまうわけです。でも主は私たちをどういう存在として作られたのか、キリストのは私たちにどのようになってほしいのか、それを求めていくことが上にあるものを求めなさいと命じられていることですね。求めなさい、そこにはキリストが神の右の右に座を占めておられます。主を見上げて、主の私たちに望んでいる姿を求めなさい。
あなた方は地上のものを思わず、地上のもの、地上の教えですね、人の教えを思わず天にあるものを思いなさい。ペテロの失敗は人のことを思って下がれサタンって言われてしまったわけですね。でも最初はあなたは父の教えをそのまま信じたっていうことで称賛されているわけですね。3節、あなた方はすでに死んでおり、イエス様を救い主と信じた人はもうキリストと共に十字架につけられた。ガラテヤ書の2章のところにありますけれども、キリストと共に十字架につけられて死んで、あなた方の命は神のうちに隠されてあるからです。もう誰も取ることができない、もう主のもとにあるんだから、だから天にあるものを求めるっていうことですね。上にあるものを求める、キリストの顔を見上げて生きることですね。で、この最初の3章の15節から読みますと、じゃあそれはどういう生き方なのかっていうことが書かれています。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この世が与える平和ではなくてですね、この世が与える考え方、教えではなくて、それによって平安を得ようとするのではなくて、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにはあなた方も、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。皆さん一人一人はこの世の原則で生きるように召されたんではなくて、キリストの基本原則に基づいて生きるように召されているんだっていうことですね。今もうできているではなくて、もうそのようになるように召されているっていうことですね。また感謝の心を持つ人になりなさい。誰に対しての感謝か、まず第一に創造主に対しての感謝ですね。この最初3章16節にはこうあります。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、聖書の教えですね、これを豊かに住まわせること、これが私たちが上のものを求める生き方の第一歩ですね。そして知恵を尽くして互いに教え、聖書から学んだことを互いにこういうことを教えられましたっていうことを分かち合うことですね。互いに戒め、自分はのまずい、自分がこういう問題抱えていてこれがダメだったとか、あるいはそれを愛を持って人に諭してあげたり、イエス様は本当にこういうふうなことを残念に思うから一緒に祈っていこうねとか、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。この詩と賛美と霊の歌、この霊の歌っていうのを、私たちはよく考えなくてはいけないんですけれども、エペソ人への手紙でも同じように書かれています。で、この霊の歌っていう言葉が聖書の言葉と同じ意味で使われているわけですね。だから私たちは詩と賛美と聖霊が与えてくださった聖書の言葉、それに基づいて歌う、賛美する、これがとても大切です。もしこの聖書の言葉抜きに賛美をしようとしたらどうなるでしょうか。人間参加になってしまうわけですね。人はどんなに素晴らしいか、あなたはどんなに素晴らしいか、それで終わってしまいます。そうじゃなくて、創造主の偉大さ、素晴らしさを知って、創造主が私たちに与えてくださっている恵みに感謝して賛美を捧げるっていうことがどれだけ大切かっていうことをここで書かれています。で、そうするならばですね、本当に私たちは主に感謝して生きることができるようになります。それをしないと、この世の基本原則の方にどん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 向かっていってしまうわけですね。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、
すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。これが私たちにとって本当に大切な生き方なんだっていうことですね。ここから人類の起源の話に入っていきますけれども、彼は私が人類学を教えてもらった教授なんですけれども、カリフォルニア大学の教授で、私がそこに通っていたのが1995年ですね。で、このティム・ホワイト博士はその人の祖先と呼ばれる化石を発見したチームの一人でした。皆さんは名前を忘れて、ルーシーっていう化石について聞いたことある方いらっしゃるかもしれないですね。直立エンジンと呼ばれた化石ですね。で、彼が彼のクラスはとても人気のあるクラスで、で大きな坑道、800人ぐらい入る坑道に800人で入りきらないで、階段にもダーッと人が並んで、後ろにも立ち見が出る、そういうような授業のクラスですけれども、そのクラスを私も取りました。で、この世界的な権威、その人類学の世界的権威のティム・ホワイト博士がどんなことを話すだろうと思って、興味を持って聞いていたわけですね。きっと進化論はこのように証明されて、それで正しいんだよって教えてくれるのかと思っていたわけですけれども、彼は最初の一番最初のクラスですね、18回のクラスのうちの最初のクラスの、しかも一番最初にこういうことを言いました。私たちがこれから学ぼうとする進化論は、皆さんを論争の渦に巻き込むことでしょう。そこには答えのない多くの疑問があります。日本人は静かでに話聞くんですけど、アメリカ人は静かじゃないので、ここら辺でざわざわし始めました。高校で進化論正しいって教えてもらったのに、なんで、いや、そんな疑問ないんじゃないの、進化論正しいでしょっていうような声がまんまんまんまって聞こえてくるわけですけど、私一番前に座ってたのでで、さらに彼はこう続けました。進化論という言葉は非常に感傷的な言葉です。そしてそれは皆さんが信じているようなものとは違います。学生たちは高校で、カリフォルニア州は特にその進化論が特に信じられていますから、高校で進化論を勉強してきて、そして大学でもう超一流のこの進化論者から学べると思ってやってきたら、進化論というのはあなた方が信じているようなものではありませんよって言われたんですね。この前の言葉では答えのない多くの疑問があるものですよって言って、で、ここでは非常に感傷的な言葉ですって言ってるんですね。どういうことかっていうと、日本語で一番うまく訳すとしたら、進化論はロマンなんですっていう言葉が適切だと思いますね。進化論はロマン。多くの学者たちがですね、過去に何があったのか、この進化論によれば地球上に45億年46億年の歴史があって、その悠久の月の中で人間がいかにして出現したかっていうロマンの話をするんですっていうことを彼は言ったわけですね。で、さらにこう言いました。進化論を信じるとは、明日が晴れになるか雨になるかを信じるようなものです。進化論は重力があるというように信じられるものではありません。私はびっくりしました。世界的に有名なこの進化論者が、進化論っていうのはまるで天気予報を信じるようなものだって言ったんです。
皆さん進化論ってどういうものだと思ってました？学者たちが一生懸命研究して、それでもうこれが絶対正しい、そう認識している人たちが日本にはたくさんいます。でも本当に進化論を知っている人たち、学者たちの中で本当に進化論が分かっている人たちは、進化論というのは答えのない疑問だらけですね。なんでそんなことが起こったんだろう、なんでそんな風になったんだろう。例えばこのコンピューターっていうのは進化してコンピューターになることってありますか？いつの間にか何億年もかければこれコンピューターできちゃう、できないですよね。なんでコンピューターはあるんでしょうか？人が作ったからですよね。コンピューターと人とどっちが優れてるでしょう？一見コンピューターって答える人時々いますけれども、もしコンピューターの方が優れていればコンピューターが人を作ることできるはずですよね。でもコンピューターは人によって作られています。コンピューターよりもはるかに優れた人間は自然に出現するんでしょうか？長い時間さえあれば。コンピューターでもできないですよね。それなのに多くの人は人間の場合は別だって考えさせられるように訓練されているわけですね。ティム・ホワイト博士は進化論っていうのは本当によくわからないんだっていうことを言いました。で、彼が発見したルーシーっていう化石もですね、今は人類の祖先ではないっていうふうに言われるようになりました。1980年代90年代はですね、もしこのルーシーが人間の祖先じゃなかったら我々に人間の祖先はいないっていう記事が書かれたりですね、もう絶対ルーシーが私たちの祖先なんだっていうことが言われていました。でも今はそうじゃないって言われてます。もし人が猿の形だったら、私たちが猿から生まれたならば、皆さんのおじいさんやおばあさんはこんな姿になっていきますかね。だんだんどれぐらい遡ったらこういう姿になりますか？今分かっていることは、猿から生まれてくるのは猿だけっていうことですね。人から生まれてくるのは人だけっていうことです。猿から人間が生まれてくるっていう生物学的証拠はどこにもない。遺伝の法則にも反するわけですね。でもそれを信じているのが進化論です。なんとなくこの進化論がロマンなんだっていうことを分かりますでしょうか。進化論っていうのは人は猿と共通の祖先から生まれてきたっていう考え方ですね。昔はですね、猿から人が生まれたっていうふうに言われていました。今は人と猿の共通の祖先から分かれたっていうふうに進化論も変わっています。皆さん進化論に基づく分類学で人がどのような立ち位置にいるかご存知でしょうか？これ猿の差が横になってるんですけれども、昔は霊長類っていうふうに呼ばれたんですけれども、今は猿目っていうふうに呼び名が変わってきました。で、下の方を見るとですね、左下の方を見ると人科っていうのがあります。ということは今の生物学の分類ではですね、皆さん猿目の人科です。嬉しいですか？皆さん猿の仲間ですよって言われてるわけですね。で、どういう猿の仲間かっていうと、まっすぐの花の仲間だ、神美縁亜目っていうのに入っています。で、まっすぐの花の猿の中の本当の猿、神縁類の中に皆さん入ってるんですね。
どうですか、嬉しいですか。あなた方は本当の猿ですよって言ってるわけですね。でその次にですね、鼻の狭い猿、狂鼻炎類、皆さんは鼻の狭い猿ですよ。でその下でオナガザルとヒト浄化が分かれます。でヒト浄化の中には何が入ってくるかっていうと、テナガザルとオランウータンとヒトです。テナガザルもオランウータンも人のすごい近い仲間ですよっていうことを言いたいわけですね。ヒト科の下にヒト亜科とギガントピテクス科っていうのがあります。このギガントピテクスっていうのは絶滅した猿の仲間と言われていますけれども、でその下のヒト亜科の中にヒト族とゴリラ族が分かれる。でヒト族の下ではヒト亜族とチンパンジー族が分かれる。どうですか、人の仲間ですよっていうことをこれでもかこれでもかって、その猿は人の仲間だっていうことを強調するような分類になっています。で、最後にアウストラロピテクスと、すいません、なんでか文字が変になってますけれども、アウストラロピテクスと人が分かれるということですね。今の進化論に基づく分類学を信じてしまうと、あ、私たちは猿の仲間なんだ、チンパンジーと兄弟なんだっていうのを信じさせられるようになっているわけですね。そして人の祖先の化石っていうのがありますけれども、それはどういうふうに考えたらいいのかっていうことを考えてみたいと思います。例えば博物館に行くとですね、こういう展示がなされていたりします。テナガザルの脳の容積 97cc、 チンパンジー 400cc、 ゴリラ 543cc、 アウストラロピテクス 650cc、 ピテカントロプス 914cc、 ネアンデルタール人 1625cc、 ホモサピエンス 1450cc。皆さんちょっと周りを見回してみてください。皆さん自分の脳の大きさと人の脳の大きさ同じだと思います？どうでしょう。自分は 1450cc だけど、あの人 1000cc ぐらいしかないかなとか、いや、あの人 1800cc ぐらいあるかもしれないとか、どうですか。こんなふうに博物館に行くと展示されているわけですけれども、実際には人の脳の大きさ、健康な人の脳の、大人の脳の大きさは 800cc ぐらいか 2200cc ぐらいまで人によって分かれています。じゃあ脳の大きい人は優秀かっていうとそうではない、脳が小さければ優秀かっていうとそうでもない、どの人も同じ能力を持っているわけですね。ですから進化論ではこのように脳の大きさでまるで進化したかのように見せます。でも実際はそうではないっていうことですね。それからテナガザルとかチンパンジーとかゴリラっていうのは今生きている動物です。テナガザルやチンパンジー、ゴリラの後をたどりながら進化してきたわけではありません。この図はまるで一見進化論が正しいと見えるように構成されていますけれども、何も証明していない図ですね。じゃあ聖書に基づいて考えるとどういうふうになるか。テナガザル、チンパンジー、ゴリラは今日生きている猿の仲間ですね。アウストラロピテクスは絶滅した猿の仲間です。ホモエレクトス、ネアンデルタール人、ホモサピエンスはこれはアダムの子孫です。ホモエレクトスとかネアンデルタール人、まあ脳の大きさから言えば当然そうなわけですけれども、なぜ骨の形が少し違うかっていうと、病気にかかった骨だからです。骨
骨の形が変形する病気っていうのはいくつか知られているんですけれども、骨軟化症、昔はくる病って言いましたけれども、かっけとかそういうものですね、骨軟化症とか、関節炎とか、あるいは骨粗しょう症とか、そういうものにかかった骨はまるでその進化論者が求めている進化論の祖先のような姿に変わっていくわけですね。だんだんこう背中が曲がってですね、でも そういう骨になったらじゃあ人間じゃなくなるのかっていうと、そんなことはないですね。みんなアダムの子孫です。ですので聖書に基づいて考えると、ホモエレクトスとかネアンデルタール人って呼ばれているものも人間なんだっていうことですね。最初にネアンデルタール人が発見された時、そのネアンデルタール人の骨を診断したのはドイツのルドルフ・ウィルヒョー博士ですね。あの現代でも病理学の父っていうふうに呼ばれているあの学者ですけれども、で彼がその骨を診断したら分かったことは、これはくる病と、関節炎、そういう病気にかかって変形してしまった骨の人の骨だよっていう診断を下しました。でも進化論者たちが求めている答えはそれではなかったわけですね。これは人間の祖先にしたいっていう思いがあまりにも強すぎて、ネアンデルタール人を人間の祖先と発表してしまいました。進化論ではいくつもの捏造の歴史があります。ヘッケルっていう人は話せないエンジンっていうのを発表しました。こういうふうに絵を描いてですね、こういうのが過去にはいたんですよっていうのを発表しました。何か証拠があったでしょうか？全く証拠はありません。彼の空想の中で作り上げられたエンジンですね、プテカントロプスアラルスというものですね。で、ダーウィンが進化論を発表してから人は人間の祖先を探し始めました。それで、発見されたと言われたのがピルトダウン人ですね。イギリス人の祖先だっていうふうに言われたものです。1912年にチャールズ・ドーソンが骨を発見したわけですけれども、で最初あの頭の頭蓋骨の上半分が発見されて、1915年3年後に、下顎の部分が発見されたわけですけれども、でこれが、ピルトダウン人として発表されました。特にその研究に携わったのがアーサー・スミス・ウッドワード教という人ですけれども、で世界でですね、本当にこのピルトダウン人は広まっていきました。私が1970年代に小学生だった時ですね、その教科書にもピルトダウン人って載ってました。皆さんが見た教科書にピルトダウン人って載ってましたか？おそらく載ってないと思うんですね。なぜピルトダウン人は載ってないのか、もしこれが本当に決定的な証拠だったら、ピルトダウン人今も世界中でこれは私たちの祖先です、イギリス人の祖先ですって言われててもおかしくないわけですけれども、1953年、このピルトダウン人が発見されてから約40年後にですね、ケネス・オークレー博士がそのピルトダウン人の実物の化石を研究させてくれって申し出て、その許可が出てですね、ピルトダウン人の化石を研究することができました。それまでは科学者たちは何で研究していたかっていうと、ピルトダウン人のレプリカの骨ですね、骨をと同じような鋳型を作って、その鋳型を渡されてこれで研究してくださいって言われたわけですね。ケネス・オークレー博士は本物で研究させてほしいって言って、その許可が下りて研究した結果ですね、頭蓋骨の上の部分は確かに人間の骨で、下の部分はオランウータンの骨だったっていうことが分かりました。しかもですね、
ヤスリで削って上の頭蓋骨にきちっとはまるように作られていたっていうことですね。そのことが発覚してからピルトダウン人は偽物だっていうこと、捏造されたものだっていうことが分かりました。でもこれが発見されたの、発覚したのが1953年ですね。私が小学校に行ってたのが1970年代です。まだピルトダウン人は教科書に載っていたんですね。なかなかそのこれ間違いだって分かっても教科書からそれが外されるのっていうのは時間がかかります。人はピルトダウン人の子孫だったでしょうか。ピルトダウン人は猿芝居だったっていうことになるわけですね。ネブラスカ人って聞いたことあります？ないですよね。これも私が小学校の時に教科書に載っていた絵ですね。ネブラスカ人、1922年に発見された化石から描かれた絵です。でどういう化石が発見されたかっていうと歯の化石一本ですね。皆さんすごい想像力だと思いませんか。歯の化石一本からこういう姿を描けるんです。で後に分かったことはですね、歯の化石こういう化石なんですけれども、これ3つの方向から見たものですけれども、これは何の化石でしょう。人の祖先の化石でしょうか、ネブラスカ人の化石でしょうか。後で分かったこと、5年後に分かったことは、これが豚の歯だったっていうことですね。絶滅した野生の豚です。それから50年近く経った教科書に、日本の教科書にまだこれが本物だって、アメリカ人の祖先だっていうふうに載っていたわけですね。先ほど言ったルーシー、ティム・ホワイト博士が発見したこのルーシーですけれども、これも人の祖先とされました。でこの青い丸で囲んだ部分から下ですね、右足の骨の膝から下の部分ですけれども、これは人間そっくりの骨でした。でも膝から上の部分は猿そっくりの骨でした。これを発見した科学者たちは、膝から下が人間そっくりだから直立下に違いないって考えたわけですね。それで直立エンジンっていうふうに発表されました。でこの骨が発掘された場所なんですけれども、膝から上の部分は膝から下の部分と3キロメートル離れたところから発見されています。この絵に見える通りですね。しかも膝から下の部分は膝からの上の部分より60メートル下の地層から発見されました。皆さん、これとこれ同じ生物の骨でしょうか。科学者たちは進化論の上の進化の人の祖先を発見したかったので、これをつなぎ合わせて直立エンジンって発表したんですね。しかもですね、骨盤のつき方が猿そっくりでした。こう曲がってたわけですね。それをこう直立のはずだからっていうことで骨盤の形をまっすぐにしてしまいました。その映像がですね、これですね。猿が直立したっていうのはすごい考えだと思ってですね、オーウェン・ラブジョイ博士はもともとの化石はそのままにして、鋳型の化石を作って、その鋳型を これ読んでいただいたらいいですね。ちょっと早すぎるかもしれないですけど。This part of the pelvis has pressed so hard and so completely into this one
that it caused it to be broken into a series of individual pieces which were then fused together in later fossil. あの地面、まあ、土に埋まるときに本当はまっすぐだったはずなのに押されてねじ曲げられて、それで猿のような形で埋まってしまったんだって彼は信じたんですね。それで元の姿に戻してやらなくてはならないっていうことで、こういう形に復元します。This has caused the two bones in fact to fit together so well that they're in an anatomically impossible position. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bone seem to flare out like a chimp's. But all was not lost.Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly.Like a three-dimensional jigsaw puzzle. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. このようにあのルーシーの化石は最初チンパンジーそっくりのつき方ですね。でも彼はそうチンパン猿の仲間じゃなくて直立エンジンだって信じたので、人間みたいな形に骨を作り変えて、まあ、切り刻んでそれで組み合わせて人間みたいにして、それで発表したわけですね。で、あの幸いだったことはオリジナルのその化石が残されていたことです。で、それを研究した学者たちはこのルーシーは直立したはずがないっていうことがよく分かりました。それで、今はルーシーっていうのは人の祖先から外されました。ルーシーが直立エンジンとされたのはなぜでしょうか。化石の形だからでしょうか。それとも人の想像力からでしょうか。人の想像力によって作り変えられたのがルーシーだったっていうことですね。ネブラスカ人もは豚の歯から作られました。ピルトダウン人は捏造してオランウータンの骨と人の骨を組み合わせて作られました。アウストラロピテクス、アファールエンジン、直立エンジンと呼ばれたものは実は骨を作り変えてですね、骨格の形を作り変えて作られました。じゃあ今教科書に載っているのは何かっていうとですね、サヘラントロプスチャデンシスっていうのが2014年ぐらいからですね、今日皆さんがもう卒業した後ですけれども、今は子どもたちはこういうのを学んでいます。これはじゃあ絶対正しいでしょうか。いつこれも消えるかわからないわけですね。聖書は何と言ってるかっていうと、人は最初から人として作られたっていうことですね。猿の子孫ではないっていうことですね。科学の手法っていうのは現在のことは観察でき実験できます。でもですね、はい、わかりました、時間です過去の出来事については推測するしかないわけですね。誰も観察者がいなかったら、じゃあ私たちはどうして存在しているのか。私たちが作られていたのをご存知の方がいます。それが創造主ですね。聖書にそのことが書かれています。進化論を、進化の過程を見た人は誰かいますか。誰もいないわけですね。大切なのはどちらを信じるかです。進化論は進化した記録もなく観察者もいません。聖書は
人が創造されたことを語り、ご自身が作ったことを証言しているわけですね。私たちはどちらを信じるか、これを、もし皆さんが伝えることができたら素晴らしいと思います。もうちょっと話をがしたりないので、この後の時間に続けたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、皆を賛美します。私たちがどういう存在かということを知ることを通して、私たちが主に作られた、主の形をいただいている存在だと知ることを通して、主を見上げて生きるものと変えてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、では休憩です。前は映る、あ、私が映ってる、はい、大丈夫ですね、はい、じゃあ先ほどの続きを話していきたいと思います。科学っていうと、多くの方、特に20世紀に生きていた多くの人は、科学者が言ったら絶対正しいって思っています。でも今の若者はそれほどでもなくなってきたかなっていうふうなイメージがありますけれども、科学っていうのは何ができるのか。現在あるものを観察することができます。現在起こっていることを実験することができます。でも過去の出来事に関しては、過去に起こった、その起こっている様子を見ることはできないわけですね。同じことを繰り返し実験することもできないです。例えば織田信長が桶狭間の戦いで、崖を馬で駆け下りたっていうのを実験することはできると思いますけれども、馬で駆け下りたそれで証明できたかっていうと、それではできないわけですね。実際に織田信長がそれをしたっていうのはわからないわけです。私たちはその過去の歴史については見ることができない、実験ができない、同じことを繰り返すことはできないわけですね。進化論っていうのはそういう意味で、観察もできないし実験もできない、そういうものです。聖書が言っている創造と天地創造と、また、人の創造も観察することができないし、実験することは人にはできません。でも創造主には、創造主ご自身がその観察者ですし、作った存在ですし、また主はそういうものを作ることができる方ですね。で、私たちはどっちを信じるかの選択が迫られるわけですね。皆さんファーブルっていう人ご存知でしょうか。ファーブル昆虫記とかファーブル植物記とかですね。で、彼はダーウィンとも手紙のやり取りをしていたんですけれども、ファーブルは信仰を持った、しっかりとした信仰を持ったクリスチャンでした。で、ダーウィンが進化論を発表したときに、進化論のことを考えて一生懸命、それは本当だろうかっていうことを研究したわけですね。で、結果として進化論は机上の空論だっていうところに答えに行き着くわけです。彼はダーウィンに対してこのように言ってるわけ、あ、これはファーブル昆虫記の中ですかね、書かれているの。自然選択の法則とその範囲の広さに私は感銘を受ける。そのダーウィンが築き上げた、そのこういうふうにして自然に生物は進化したんだっていう、そういう壮大なロマンの話には感銘を受けるけれども、しかしその法則を事実に適用とするたびに私を混乱の中に置き去りにする。実際の昆虫とか植物を観察して、それが
進化したっていう視点から見ようとすると全然それが見えてこないっていうことですね。それは事実の解明には全く役に立たないからだ。理論としては立派でも現実の前には泡に過ぎない。実際のことを観察するとまるで全然違うことを語っているようだっていうことですね。その法則は荘厳だが不毛である。ではこの世界の謎に対する答えはどこにあるのだろう、誰が知っているだろう、誰にわかるだろう、このようにアンリ・ファーブルは言っています。ファーブルは もちろん答えを知っているわけですね。想像しか知らないっていうことを知っています。根拠のない理論では闇を払えない。進化論では進化論には根拠がないからそれで闇を払うことはできない。この世界がなぜ存在するようになったかの闇を払えないっていうことですね。闇の中でこれ以上時間を無駄にするのはやめようではないか、ダーウィンに呼びかけているわけです。もうその進化論を捨てなさいっていうことですね。事実に立ち返ろう、謙虚な事実に。それこそ我々の足元が救われることのない唯一の基盤なのだから、聖書に立ち返ろうじゃないかってファーブルは呼びかけているわけです。同じように私たちに対しても呼びかけているわけですね。この世の基本原則に立つんじゃなくて聖書の基本原則に立って考えようではないか、それこそ闇を払うことができるっていうことですね。進化論では人類の祖先は猿だっていうふうに言われて、また今人の分類もですね、猿目、狂尾目、まっすぐの鼻だか、直尾縁類とかいろいろこう人を分類していくわけですね。で人科とか人赤とか人族とかで、どんどん猿の仲間ですよあなたはっていうことを言ってるわけですけれども、これはですね、アメリカの創造博物館に展示されているルーシーです。で後ろの骨は実際に展示さ、いろんな博物館でさえ展示されている骨なんですけれども、一般の博物館ではこれが直立エンジンとして展示されています。これはなぜ猿みたいに展示されているかっていうと、その先ほどのオーウェン・ラブジョイが骨盤の形を変える前の姿で、本来の骨、発掘された骨の姿で展示するとこのようになるっていうことですね。これが頭蓋骨の部分が緑色になっています。そして、骨盤の部分がこのようになっています。発見された時このような付き方をしていたわけですね。で今も彼に本山さんに説明したんですけれども、この頭蓋骨の形、この頭蓋骨さえあればどういう姿だったか分かるのかっていう問題なんですけれども、多くの人は復元をする人がこの骨さえあれば元の姿に復元できるんだって思って復元を見ていると思いますけれども、この下にある5つの顔ですね、姿は全部同じ骨から復元されています。なぜ全くこう違うのかっていうとですね、復元する人がこの骨はどんな骨だって信じるかによって変わってくるっていうことですね。左上は、人の、原始人みたいな姿で表されています。左下は猿みたいな姿ですね。真下は多分これアウストラロピテクスと信じる姿、人の祖先と信じる姿ですね。右下はオランウータンとか、右側は、チンパンジーでしょうかね。こういうふうに自分がどの骨を復元しているって信じるかによってこの復元される姿っていうのは変わってしまうっていうことですね。それから先ほどお話ししたように、オーウェン・ラブジョイはこの曲がってる骨をまっすぐにしてしまいました。でも
曲がった状態で復元するとこういう存在だったっていうことが分かります。でその他にもですね、人の祖先とされた化石はたくさんあります。1932年にはインドでラマピテクスっていう生物の化石が発見されたと発表されました。でこの顎の骨ですけれども、それから描かれたのがこの姿です。でラマピテクスの特徴は何かっていうと、尻尾がなかったっていうことですね。すごい想像力だと思いません？顎の骨一つから尻尾がないっていうことが分かってしまう。で、タイム誌という雑誌がありますけれども、1977年に発行されたものですけれども、こう書かれています。ラマピテクスは人類の祖先としてまさに理想的な姿形をしていた。もしこれが祖先でなければ我々には他の祖先はいないっていうことですね。他の祖先はいないっていうのは正しいですけど、猿に祖先はいないっていうのは。でもそれがラマピテクスかっていうと、そうではないことが明らかになりました。1982年にラマピテクスの完全な頭骨が発見されたんですね。その顎だけではなく、その他の部分も発見された結果、それがオランウータンだったっていうことがはっきり分かったわけです。こういうふうにですね、それからネアンデルタール人、先ほどネアンデルタール人の頭蓋骨が一番容積が大きいっていうことを話しましたけれども、最初にその骨が発見された時に描かれたネアンデルタール人の姿がこのような形ですね。でその後で脳の大きさが大きいことが明らかになってから描き直された絵が右下の絵です。どっちも想像で描かれているわけですね。ネアンデルタール人の脳の大きさっていうのは人より 200cc ぐらい大きいですね。実際には人の脳の大きさっていうのは800、おそらく850ぐらいか2200ぐらいですね。800だったか850だったかちょっとうろ覚えですいません。で850か2200ぐらいの間ですけれども、でこのネアンデルタール人は 1620cc ぐらいですね。これは当然人の脳の範疇に入ってくるわけですけれども、このネアンデルタール人の化石がどこから発掘されたかっていうと、洞窟の中です。でネアンデルタール人の骨が発見されたところに骨だけしかなかったのかっていうと、そうではなくてですね、宝石が埋まっていました。楽器がありました。壁画が描かれていました。ネアンデルタール人は埋葬されていました。人の祖先ですか？それだけではなくてですね、ネアンデルタール人の化石が埋まっているお墓の隣には完全な人間としか思えない骨が埋まっていました。人類の祖先ですか？それとも人類でしょうか？ネアンデルタール人、今ではですね、ネアンデルタール人のことをこのように考えるように変わってきています。ほとんどの人類学者が埋葬は人類だけの行動だと認識している。しかもネアンデルタール人が完全な人類であった強力な証拠がある。それは埋葬とか楽器とか宝石とかですね、あと、完全な人類がネアンデルタール人と一緒に埋葬されているということですね。進化論者は自分たちの祖先を探し続けています。それを求めよう求めようと思っていくと、実際と違うことを求めてしまうんだっていうことを私たちは知っておく必要があると思います。以前も読んだことがありますけれども、大発見の思考法っていう本、1912年ぐらいに書かれているんですけれども、
山中伸弥博士と増川俊秀博士が対談している内容ですね。これ2人ともノーベル賞を受賞した科学者ですけれども、このように書かれています。アメリカでは今も人口の約半分が進化論を信じていないと言われます。そういう話を聞くと日本人は進化論を信じないなんて怖いなと思うかもしれませんが、実は進化論を信じるのもある意味では怖いことなんですよね。はい、なぜなら進化論はまだ誰にも証明されていないからです。なぜか日本人は人間はみんな猿から進化したと信じていますが、証明はされていない。人は猿から進化したのか、それとも神が作ったのかと聞かれれば、日本人はなんとなく猿から進化したという方を信じますが、それには何の根拠もないわけです。そのうちダーウィンの進化論は間違いだったということになるかもしれません。2人はノーベル賞を受賞した科学者ですけれども、増川俊秀博士はそれでも進化論を一生懸命信じています。根拠がないっていうのを知ってるんですけれども、想像を信じている人から想像を信じるのをやめさせようっていうことに一生懸命になっているのが増川博士ですね。でもここで言って自分でその根拠がないっていうのを言ってるのにすごい矛盾だなっていうふうに思うんですけれども、ここまでお話をしてきて、科学的な根拠として私たちが猿の子孫であるっていうものは一切ないっていうことですね。聖書には私たちが創造主の形に作られているっていうことが書かれています。創世記の1章27節ですけれども、神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたということですね。本来アダムとエバは完全な人だったということですね。罪を犯した後は不完全な人になってしまったわけですけれども、皆さん完全な人だったアダムって想像したことあります？どんな性質を持っていたんだろう、どんなことができたんだろう。アダムは創造主ではないですから天地創造はできなかったでしょうし、また物を作ったりっていう人を創造したりとか動物を創造したりは当然できなかったと思いますけれども、できることはたくさんあったんじゃないかなと思います。最初から言葉が話せて、最初からおそらく文字を書いていたと思います。言葉を話す能力があれば当然文字を書く能力も備えているわけですね。それから、愛においてはどうだったかなと思うんですね。アダムが持っている愛の心、それは創造主の愛の心と同じように一切の曇りがない愛をアダムはエヴァに対しても動物たちに対しても主が作られたものに対して愛情を注ぐことができたんではないかなと思います。それで当然創造主に対して本当に愛情を持って接していたんではないかと思います。エヴァもアダムに対して本当に尊敬の気持ちと愛情を持って接していたんではないかと思います。アダムもエヴァも善意から全てのことを善意を持ってなすことができたと思いますね。今は堕落した後なので完全な愛はなくなってしまって、妬みとかそういうものが入ってしまいました。憎しみとかですね。人は完全な善意から全てのことをすることはできなくなってしまったわけですけれども、でも愛をまだ与えられていて、善意をまだ持っていて、
良心っていうものを与えられているわけですね。アダムとエヴァはこの罪を犯したときに創造主の形のかなりの部分を失ってしまって、そして、肉的な部分って言ったらいいでしょうかね、それを追い求めるように変えられてしまったんではないかと、変わってしまったんではないかと思うんですけれども、創世記の3章の4節5節のところでは、そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。蛇はここで嘘をついているわけですね。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、こういうふうに言われているんですけれども、アダムとエヴァはどのような存在として作られていましたか。創造主の形を持っている存在ですよね。もともと創造主のような存在として作られているわけです。蛇はここであなた方は創造主のような存在ではありませんよって言ってるんですね。でもこの木の実を食べたら創造主のようになれますよ、神のようになれますよっていうふうに言っています。で、蛇が正しかったことは善悪を知るようになる。それまでは悪を知らなかったわけですね。アダムとエヴァは善しか知りませんでした。悪を知るようになるっていうのは確かにその通りです。でもそれに伴って入ったのは創造主に逆らうことですね。創造主を無視する生き方ですね。アダムとエヴァはサタンに誘惑されて全能者となれるっていう、そのことを願って罪を犯してしまったわけですね。最初エヴァがそれを木の実を取って食べたわけですけれども、隣にいたアダムはそれを止めなかったわけですね。でエヴァから与えられるとそれを食べてしまうっていうことになります。で創造主はアダムにその全ての責任があるっていうことをその裁きの中で言うわけですけれども、あなたのゆえに呪われてしまったっていうふうにアダムに対して言っています。その結果私たちは創造主の形を失ってしまったわけですけれども、創造主の形、巫女の形、完全な人の形、本来の誠の人の形ですね、それを失ってしまったわけです。イエス様は創造主ですけれども誠の人となられてこの地上で歩まれました。すべてのことを 善意からですね、愛情を持って、本来人が作られた完璧な人の姿を、そのご性質を表されて生きられたわけですね。私たちはもう今は創造主を完全な愛を持って愛することができにくくなりました。もう完全な愛で愛してますとは言えないような状態ですね。どんなにそれを求めていてもですね、創造主の義を完全に行うことができなくなってしまったわけですけれども、でもですね、聖書に書いてあるのは第二コリントの3章16節があるところですけれども、人が主に向くなら主と同じ形に姿を変えられていきますって書いてあるんです。私たちが失った形、それを主に向くなら取り戻せますよっていうことを聖書は教えてるんですね。天地創造が事実だと信じて、人が罪を犯したためにこの世界が呪われてしまったっていうことを信じるならば、私たちがなぜ創造主の形を失ってしまったかが分かります。そして創造主の形を取り戻す方法、それを聖書は教えているんですね。それが人が主に向くならっていうことですね。ちょっと私が残念に思うのは新改訳聖書の2017でしょうかね、人が主に立ち返るならっていうふうに訳されてしまったことで
ですね。まあ、意味的には似てるんですけれども、人が主に顔を向けて生きるなら、主と同じ形に姿を変えられていくっていうふうに、この元々の意味ですねは教えています。皆さんはどっちがいいでしょうね。主に顔向けできない歩みをしていきたいのか、主に顔を向けて主の御顔を仰いで生きていきたいのか。私たちが求めている本当の心からの願いは、主に顔を向けて歩みたいっていうことですよね。そうするならば、主の形を再びいただける、これが聖書が教えていることです。巫女の形に変えられるっていうことはどういうことかっていうと、巫女みたいに、何でもできるっていうこととは違います。でもその愛において完全に変えられていく心の状態ですね、善意から全てのことをできるようになる。アダムがどういうふうにそのすいませんアダムが罪を犯す前ですね、どのように考えどのように行動したかっていうのと同じように考え行動できるように変えられていく。キリストが地上で生涯を送られた時、どのように考えどのように行動したか、それを私たちもできるように変えられていくっていうことですね。ローマ書の8章29節にはこうあります。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。皆さんは御子の形と同じ姿にあらかじめ定められているということですね。今そうなっているっていうことではないですけれども、今はまだこの肉体をまとっていますけれども、でももうすでにそれを得たものと考えていいわけです。もう定められているからですね。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですとあります。私たちは失った形を取り戻せるものと定められているっていうことです。そういうことで最初にちょっと戻りますけれども、天地創造よりもキリストの救いを述べ伝えるべきではないですかっていう質問を受けるとき、天地創造、その人は天地創造がなぜ大切なのかっていうのが分かってないんだっていうことを意味していると思いますね。私たちは最初創造主の形を持つものとして作られていたけれども、でもアダムとエバの罪の結果、アダムの罪の結果この世界が呪われてしまって今の状態になって、だから私たちに救いが必要で、失われた形を私たちが取り戻せるのは御子によるんだっていうことですね。イエス様の救いを信じることによって失われた形を取り戻すことができる、あるいはいただくことができる、そのように定められているんだ、だから天地創造を伝えることは大切なんですよって答えることができると思いますね。はい、前半の今日の話ですけれども、何かこうこのことを聞いて、フィードバックと言ったらいいでしょうかね、何か感想とか、そういうことをいただけるとありがたいですけれども、ソジョンさんからちょっと今日の話を聞いて考えたこととか教えていただいていいでしょうか。分かち合って、はい、ちょっと印象的だったのは、根拠もなく証明もできないことを一生懸命そのエリートたちである科学者が追求して、それを事実化のように
なんか作ってそれを全世界に押し込むっていうのは、これは単なるなんか個人的なレベルの動きじゃなくて、すごい背後にはなんていうかな、なんかのこの聖書をもう最初から否定しようとするその力を感じますね。だからこの上にこの進化論が基本になって、結局は神様に反する立ち向かういろんなこの動きが全部始まるんだなということをちょっと思いました。特になんか共産主義とか、なんか物質主義と、日本においてもちょっと思ったんですけど、日本でこんなに進化論をもう 100% のように真理化のように教え込むことによって、命の尊厳がなく、もうちっちゃい時からそれは教えてもらえないから、結局この世界でも自殺率がもうほとんど1位に近い、そういう結果を生むことだなということ、それでもちろん選挙にもすごい妨害されることになる、その結果を生み出す、でそれをこの戦略的に、まあ、敵というかね、そういうのはこう運んでいくんだなということをちょっと思いました。はい、はい、ありがとうございます。中井さんはいかがでしょうか。でも私も同じような感じなんですけど、なんかそう、根拠を知ってても全てのなんかよく考えたら分かるようなことでも、その死を、創造主を否定してしまう考えっていうのは、なんかその方とかだけではなくて、多分私たちのうちにもあって、うん、だからなんかすごくその洗脳されるっていうか、なんかその信じたい人間の欲してる教えをなんか信じてしまうっていうのは、ずっとある、なんか人間の性質としてあることなんだなって思って、けどなんかさっきちょっとうんって思ったのが、なんか完全な人の形、巫女、ご自身の形に作られていたけど、完全ないっていうのはやっぱ神様しか持ってなかったんじゃないかなって、だから離れたっていうかだけど本当にその神様と一つとされるときに完全な愛の中に入れられる、そこに帰っていくんじゃないかなって思って、はい、でもすごい貴重な話を、はい、ありがとうございます。秋山さんですかね。はい、僕も小学校中学校で進化論のお話とか聞いてて、まあなんか、まあ、そのノンクリスチャンのホーム家庭で育ったので、まあ、その時はまあそうなんだみたいな、まあ、あまり真剣に勉強してたわけでもないので、進化論っていうことに強く意見を持ってたとかわけでもないんですけど、やっぱりその、まあ、当たり前としてその進化論っていうのがこの世に広まっているっていうのは、まあ、ちょっと残念なことだなと思うし、まあ、本当にその根拠もない、まあ、印象的だったのは、まあその進化していく段階にあるかの形にあるものがないみたいな話を聞いた時は、またその通りだなと、確かにそうだなって私なんかよく考えたら分かるようなことでも、なんかでもそれでも進化論っていうのがこの世に一般的な教えとして広まっているのはちょっと違和感あるなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。伊藤先生の方に回していただきながら、人は何を求めているか、それを求め続けていくとどんどん間違った方向に行くのは分かると思いますけれども、主の願いを私たちが求め、主が私たちに知ってほしいことを求めていくのか、そうじゃない方向に生きていこうとするのか、肉的なことを求めていくのか、天のことを求めていくのか、その2つに分かれて、で私たちはどちらを求めていくことが本当に自分を生かすことなのかを考えていく必要があるかなって思いますね。はい、伊藤先生お願いします。同じ化石とか骨とかねを見ても土台が違うと全く違う結論が出るっていうことが本当にこう印象的でした。もう事実として事実である、そのまあ化石で何なり見てもね、だからこうなんだって簡単に結論出したはいけないんだなって、それがどこの土台から出てる結論なのか、思い込みでこれは、ね、猿に違いないと思い込んだら、なんだっけ、原人ね、人類祖先に違いないと思い込んだら、どんな事実でも想像で描けてしまうっていうかね、
だそういったことって多かれ少なかれ私たちの中にもあるんじゃないかなと思いました。まあ、それがまあ化石であるか何か事実であるか、もうそれもこれはこうに違いないっていうふうに思い込んだら、そういうふうに想像力で描いてしまう。だから土台が、土台となる考え方、世界観が大事だなということを思い出します。はい、はい、ありがとうございます。阿部さんいかがでしょうか。はい、ファーブル昆虫記を書いたファーブルさんがちゃんと進化論を言い出そうとしてた方にはっきりああいうふうに言ってたっていうことを聞けて、あの頃もちゃんとああいうふうに勇気持って言ってる人がそばにいていてくれたんだなって思ったのと、最後に進化論を言ってしまったけれど召される直前には彼も、ね、ちゃんと想像の方が合ってたっていう告白をして召されたっていうことも聞いたことがあるので、神様の愛は忠実だったんだなって思ったのと、あとはやっぱり人は、それぞれ神様目的あって、それぞれの時代にそれぞれの場所で神様のやってほしいことを、忠実にイエス様のように生きてほしいって使わしているんだから、昔の人がネアンデルタール人だったとか、なんとか目的も何もなかったっていうのは大嘘なので、イエス様が作って、またイエス様が来られるまでどの人も一人一人同じイエス様のように生きてほしいっていう役目があるっていうことをちっちゃい頃から聞いて、自分の人生を大切にして全員生きていけるように、日本の教育も世界の教育も本当変わってほしいって祈っていきたいです。はい、ありがとうございます。キエさん。未信者の家庭で、生まれて育ったんですけど、小学校の時進化論を聞いて、自分の祖先が猿っていうのがどうしてもおかしいなって、信じられないなって思って、納得いかないまま大人になったんですけど、自分がクリスチャンになってすごくそれが納得できたっていうか、あ、これが正解なんだなって腑に落ちたところがあったので、で私と同じように進化論を信じないまま生きている人もいるんじゃないかなと思って、その方たちが本当に救いを受け入れて、もう進化論が嘘なんだっていうことが分かって納得できるような、そういう生き方をしてほしいなってすごく思いました。はい、はい、ありがとうございます。岩村さんですか。はい、僕も結構その小中と、まあ、進化論とか聞いてきて、でやっぱり周りの人たちはまあ先祖がこう去るからっていうことすらもなんか信じてないんじゃないかなっていう、なんかそもそも、まあ、さっき授業で猿からもし生まれたら人間は猿にこう帰るように、生まれたところにこう戻るようにするとこうなんか全てがこう良くなるっていうふうにっていうところも見ても、多分世の中にはあんまり猿とかそういうことの情報はあるけども、本当に別にその自分たちがどこから来たかっていうことにすら目がこういてないっていうか、ただ今こう生きてる状態の中で、よく友達とかで、あ、周りの人に聞いたことあるのは、まあ想像し、人間が想像することって何でもできるよみたいな、もうなんかこう作れるよみたいな話もなんか、まあ、そういう話とかもあったりして、やっぱりみんな一人一人がなんかこう自分がこう神様のようになんかこう作り出せるっていうのに来てしまうから、そのやっぱゴールは失望したり、こうなんかこうなんか目的がなくなってしまうってところになんかたどり着くのかなと思うんで、やっぱりこうその見るところをこう神様が創造したところにこう立ち返るように、そこに多分視点を受け取る人も少ないと思うんで、なんかもっとそういうことを知っていくと、そのやっぱりゴールが神様のようにこう自分たちが作り変えるこの過程がすごく生き
きている中で大事なんだなっていうのをちょっと学びました。はい、ありがとうございます。花輪さんはいかがでしょうか。進化論、自分もそんなに日本人は割とそのなんだろう、表面的な、 なんか協調性みたいなものをすごく、あとなんだろう、そういう雰囲気を壊すことを恐れたり、なんか輪の中にいるっていうのを保とうとするような傾向がすごいあると思っていて、だから、みんなも薄々思っているように、そんなに進化論を本気で信じている人も多分そんなにいないんじゃないかなとも思って、みんながなんとなくそれすらも考えないような、すごく霊的なに覆われているような状態だと自分はすごく感じていて、本物、もちろんそうですね、神様、創造主もわからないし、創造主がわからないから本当に闇も知らないというか、何が悪いかもあんまり分かってないような状態なんじゃないかなっていうのはすごく思ってます。それ、一つのきっかけとして進化論が本当に真実じゃないっていうようなことを伝えていくのも、大事だと思いますし、神様が言うにやっぱり精霊によらなければやっぱ神がわからない、父がこう精霊を与えられて最初から定めた人たち その開かれる時みたいなのもあると思うので、そうですね、そのきっかけとしてのこういう比較をしながら伝えていくっていう働きも本当に必要だということはすごく、はい、思います。はい、ありがとうございます。本山さんはいかがでしょうか。はい、僕は幼稚園から中学3年生までもうずっとチャーチクリスチャンスクールで座って、もうなんか猿から人になるとはちょっと教わってなくて、もう創造論の教育であって、で高校だけ公立の日本の学校だったんですけど、その時になんか初めて猿から人間だったと聞いて、なんかもうなんか目が飛び出てるぐらい驚いて、なんかびっくりしたんですけど、なんかでも僕の中ではそれが、あ、外の人たち、ノンクリスチャンの人たちはそういう考え方してるんだと思って、その人たちのことをもっと知りたいって逆に興味を持ったんですよね。で、僕は中では僕は創造論を信じてるけど、なんかその人たちのことをもっと知りたいって思って、なんかその人たちの話を聞いて、なんかだんだんその人たちの考えも分かってきたんですけど、でもなんかたどり着いた答えがそこには愛がないなって思ったんですよね。だから、でもなんか逆にすごいなって思ったんですよ。なんかこの生きる目的は何ですかみたいな感じで聞いたら、いや、ただ猿から人間になってこうして生まれちゃったから、ただ生きなければいけないってっていうだけだから、でもなんか生きる目的も何にもなくて、ただ猿から人間になってたまたま生まれちゃったから生きなければいけないって、そんなせっかく命を与えられてるのに、そんなもったいない生き方したくないって思って、愛がないなと思ったんですよね。だからなんだろう、僕はこの進学校を来ている理由は将来宣教師になりたいという思いがあって、今ここに神様によって置かれていると思うんですけど、なんだろう、自分ももっともっとここで本当に自分ももっとキリストの姿に変えられていきたいし、本当に神様の愛をもっともっと受けてそれを流していきたいなって思うんで、なんだろう、この講義もすごく勉強になりますし、なんかすごく貴重な体験だったなって思いました。はい、ありがとうございます。昨日、クリスチャンの中で創造を信じない人たちがいるっていうことをお話ししました。で、
世の終わりにはそういう人たちがたくさん現れてきて、聖書通りに信じている人たちをあざけるっていうことですね。でそういう人たちに対して私たちが憐れみを持って何とかして、そういう人たちが聖書通りに信じられるように考えてもらうために私たちは祈っていた、いかなければならないなって思います。で昨日伊藤先生と話した、伊藤先生が、学んだ神学校でもその想像をそのまま信じることに対して非常にそれはダメだよっていうようなその教えが周り中にこう、周りの人たちも昔は想像をそのまま信じていたけれども、教授の講義を聞いたらもうそれはそのまま信じるのはおかしいと思うようになったっていう人たちがたくさんいたっていうことですね。でその神学校は有名な神学校なので、たくさんの牧師を輩出しています。でその牧師が想像をそのままじゃなくていいんだよっていうふうに教えていったらどうなるでしょうね。そういう人たちはそこを天地創造をまず語れなくなります。そういう聖書に書いてあることをその通りだって思わないからですね。ということは進化論的な考え方を多かれ少なかれ受け入れる形になります。そうすると進化論的な考え方を求め続けながら歩むようになっていってしまうと思うんですね。聖書では純粋な御言葉の父を慕い求めなさいとか、本当に聖書通りに信じることの大切さを語っています。でそれは私たちのためですね。私たちの信仰が本当にはっきりしたものとなって御子の形をに変えられ続けるために、私たちは聖書の言葉が本当に大切です。昨日、私が どうしてこの想像を伝えるようになったかの話も聞きたいっていうこととかありましたので、そうですね、彼後ろの2人を忘れてました。北坂さん、はい、そうですね、僕もその小中バッチリその公立で育っているので、まあ、両親がクリスチャンだったので神様が人間作られたんだよっていうふうに言われてはいたんですけど、まあ、なんかテストでしっかりアウストラロピテクスって書いて丸もらってたのを思い出しました。でもなんかそのこれだけこう根拠がないんだなっていうことをしっかりこう調べてくださると、なんか自分の中でもクリアになって、なんかこう創造論と進化論が何かこうどちらもなんかこうそれなりの根拠があって、なんかこう証明はできないのかなっていう風な感覚に自分自身も神様のことを信じててもなってたんですけど、そうじゃなくて本当に根拠がないんだよっていうことをなんかこうクリアにできたので、自分にとっても、まあ、これからもし伝えることがあったとしてもなんかありがたかったなと思います。はい、ありがとうございます。ゆきくん、ゆきくんだけくんづけで申し訳ないけど、そうですね、まあ2年前も聞いたんですけど、やっぱりその骨を見ていろんな毛が黒かったり、おばさんみたいな髪型だったり、オランウータンみたいだったり、なんかいろいろな髪型が出るのがすごい、その同じものを見てても信じようとしているものが違ってるだけでこんな違うんだなっていうのを何回見ても面白いなって思いました。はい、ありがとうございます。私の父の話から始めた方がいいかなと思うんですけれども、私の父は戦争中ですね、第二次世界大戦の時に樺太にいました。私の祖父が樺太の中学校の先生をしていたんですね。ユジノサハリンスクっていう町ですね、今は。当時は豊原ですかね。で、そこから戦争が終わって引き上げてくる時ですけれども、戦争が終わってから2年後に引き上げてきたっていうことですね。で そこで日本というか
福島県に帰っていくわけですけれども、私の父は札幌で生まれてるんですけれども、で、樺太に渡ってまた中学生の時、中学校終わる頃に帰ってきて、で祖父の実家が福島県だったんですね。福島県の神社なんですけれども、木戸八幡神社っていう福島県では由緒正しい神社で、原発、福島第一原発の位置に一番近い神社ですね。でそこの神主を代々続けていて、でその神社が宇佐神宮の分社っていうこと でその、まあ、私の名前はどうでもいいんですけど、本当は宇佐神宮 の, その分社の神主として、その宇佐神っていう形、言葉、漢字を、一人だけ受け継いで、その神主だけが受け継ぐ形だったみたいですけれども、明治時代に入って私の曽祖父かながみんなに継がせるっていうことに決めて、それから宇佐神っていう名前は私の親族に広がっていったわけですけれども、で、まあ、そういう神社、神道の家系だったんですね。で父が帰って福島に戻って、最初神社に住んでたんですけれども、で ある時父の双子の弟がですね、分厚い、こんな分厚い本が15円で手に入ったとかって喜んで帰ってきてそれで教会に行き始めました。で私の父は、まあ、当時進化論が日本でも教えられていましたから、この科学の時代にそんな聖書なんか信じるなんてとんでもない、しかもうちは神道の由緒正しい神道の家系なのにということで、父はすごく憤慨して、科学の力によって弟の迷いを覚ましてやろうと思って、進化論を一生懸命研究し始めました。で、進化論を研究して研究して研究して分かっていったのは何かっていうと、根拠がないっていうことです。例えば地層を見て、地層のこれはどうやって年代を調べるんだろうっていうのを考えたわけですね。で調べて調べて調べていったら、その中に埋まっている生物の化石でこの地層の年代は分かるんだっていうことが分かるわけですよね。そしてじゃあ今度はその化石の年代はどうやって分かるんだろうと思って調べていったら、地層のその化石の年代はそれが埋まっている地層の年代によって分かるっていうことですね。化石の年代は地層によって分かって、地層の年代は化石によって分かる、どういうことだろうっていうことですね。これは循環論法って言って、どっちも本当は分かってないっていうことを示しているんですけれども、例えばこの化石は、でもまあ伝わりましたかね今のね、まあ、そういうことで父は最終的に進化論の根拠がないっていうことで眠れなくなってしまいます。である時も3日2晩眠れなくて弟に相談したんですね。でもう進化論に根拠がないって分かったけれども、どうしたらいいって言ったら、弟が聖書を開いてイエス様の救いを信じたらいいんだよって言って、それでまあ弟が祈る後についてイエス様を信じる告白をして、それで信仰を持ったわけですね。そしたらもう今までの悩みがパッと消えて、よく眠れたっていうことなんですけど、それから進化論ではなくて本当に聖書に基づいて創造を伝えることが大切だっていうことを考えて話すようになっていったわけですけれども、それで私の父は東北大学の医学部を出て医者になるわけですね。で医者になって、気仙沼に使わされました。
で気仙沼の病院で聖書の話をしてたら、患者さんとか看護師さんとかお医者さんとかそういう人が聖書の話を聞きに来たわけですね。でそういうその3ヶ月間だけ使わされていて、また東北大学に帰るわけですけれども、でその3ヶ月の間に聖書を信じるようになった人たちに、じゃあこの人たちを誰に預けようかと思って教会を訪ねていったところ、え、天地創造信じてるのって牧師が言うわけですね。いや、そんなの信じたらダメだよ、今進化論の時代だから。そういう人たちに預けられないって思ったわけですね。でそれで宣教師に来てもらってその人たちを任せたわけですね。それが気仙沼第一聖書バプテスト教会っていうところになるわけですけれども、でそういうふうに日本では進化論の教えが、明治10年から教えられ始めて、で明治時代の進化論、あ、クリスチャンもですね、あ話がどんどん添えていってしまうんですけれども、はい、続きはこの次の時間の始めにしたいと思います。はい、お疲れ様でした。天にいます私たちのお父様、皆を賛美します。主が私たちを作ってくださって、私たちを主の形に似たものへと作り変えてくださることを感謝します。主がそのことを定めてくださっていることを感謝します。どうか私たちがこの世の基本原則に基づいて生きようとするのではなく、キリストに基づく原則に立って考えるように訓練してくださいますようお願いいたします。この時間も主が導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それで父の救いの途中の話まで行きましたけれども、父が戦争が終わって福島に住んで、父の弟、双子の弟が聖書を買ってきて、それで、そのことで弟を何とかして信仰をやめさせようっていうことで、進化論を調べたら自分の方が参ってしまって、それで進化論に真実がないことが分かって、結果としてイエス様を信じるようになりました。でそれで、仙台の東北大学の医学部から、医学部っていうか、東北大学病院から気仙沼に遣わされて、それでそこで福音を伝えて、で救われた人たちを宣教師に委ねてまた帰ってきたわけですけれども、で今度、東北大学から今度は水戸の国立医療センターに、当時水戸国立病院ですけれども、そちらに使わされて、でそこで働いて、細かいこと言ったらいろいろありますけれども、1978年にアメリカで創造を一生懸命研究している団体があるっていうことが分かって、そこを訪問するわけですね。でそれで父はそこのヘンリー・モリス博士とかデュエイン・ギッシュ博士とか、この創造論を本当に立ち上げていったアメリカの科学者たちと会って、でそれで、いろんな翻訳する、翻訳権をいただいて帰ってきて、日本でその創造を伝える働きですね、聖書と科学者というのを始めて、それで日本国内に科学に基づいた、聖書に基づいた科学の理解の考え方っていうのを広めて
行きました。それが1980年からそれぐらいからですね。で、私はその頃は十何歳っていう感じですね。で、私は大学から嫌われてまして、なかなか入れてもらえないっていう人生を過ごしてまして、で、これは日本から逃げるしかないと思ってアメリカに行ったんですけれども、で、アメリカのコミュニティカレッジっていうところに行って、最初はクリスチャンヘリテージカレッジっていうところに行くつもりだったんですね。で、コミュニティカレッジは2年生の大学で、コミュニティカレッジに行ってから4年生の大学に編入する人が結構たくさんいます。アメリカではそういう制度があるので、で、最初から4年生の大学に入っちゃうと編入させてもらえない。でも2年生の大学に行くと編入しやすいっていうことがあるので、私はそれに乗っかってですね、で、UC バークレーという4年生の大学に編入させてもらうことができましたので、そちらに行ったんですけれども、で、そこに行ったらもうちょっと聖書を学んでから、先ほど言った進化論のメッカのような教会ですね、教会じゃない大学です、 UC バークレーっていうのは。で、そこに行った時に、もうちょっと聖書を学んだ方がいいなって思って、それでクリスチャンヘリテージカレッジにそこから編入っていうか、UC バークレーを一時休学して、で、クリスチャンヘリテージカレッジの方に行きました。で、クリスチャンヘリテージカレッジでは創造論も教えているんですけれども、特に創世記を学んでいた時ですね。で、創世記の3章のところを学んでいた時に、もし進化論が本当だったらどういう社会になるだろう、どういう世界になるだろうっていうことを考えて、進化論が本当だったら死も病気もあらゆるもの、悪いものがですね、最初からあったっていうことを信じることになるっていうことが分かりました。で、イエス様が、もしそういうものが最初からあったならイエス様が来る必要はなかったはずだっていうことが分かったわけですね。でもイエス様は来られたっていうのは私は信じていましたから、そうしたら聖書通りの世界じゃなければ、天地創造の時は本当に完全な世界ですね、罪の一切ない世界、死のない世界、それが作られたからこそ堕落の後にイエス様が来られる約束がなされているんだ。その創世記の3章15節では、蛇に対して、女の子孫がお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくっていうことが書かれていますけれども、サタンの力をイエス様は踏み砕いて、でもサタンはイエス様に血を流させるわけですね、十字架にかける。そのことが創世記の3章15節に予言されています。で、そのことが分かったときに、進化論を信じて聖書を信じるっていうのはとても難しいっていうことが分かりました。もし進化論を信じながら聖書を信じようとするならば、アダムが罪を犯す前からもう死もそういう全てのものがあったっていうことを受け入れる必要があるので、そうするとイエス様の十字架っていうのが本当に薄っぺらいものになってしまうっていうことを感じたんですね。イエス様がなぜ来たのかっていうことで、もし進化論を信じてイエス様も信じようとしたら、あなた罪を犯したでしょ、その罪のためにイエス様死んでくださったんだよ、そこは当然言えると思いますね。でもその根本的な土台、なぜ私たちが罪人なのかっていうことが言えなくなってしまうっていうことが分かったので、
まあ、私この証あんまりするの下手なうまく話せないんですけれど、でもその想像が本当だったからこそイエス様が来られたんだっていうのが分かって、それで、あ、このことは伝えなくちゃいけないって思ってこの働きに入るようになりました。それまではですね、あの私の父が一生懸命想像を伝えていたわけですけれども、まあ、よくやってるねと思いながら、で、あの天地創造は私もそのまま信じていましたけれども、でも世の中では進化論を教えてるから、 そんなに一生懸命やったらこう逆にクリスチャンたちからそっぽ向かれるんじゃないのっていうのを心配してたりとか、今と全く逆のような、あんまり目くじら立てないでいいんじゃないのっていうような考えをしていたわけですね。でもその大学で学んだ時から、あ、これ本当に大切だ、そのまま信じないと大変なんだっていうことが分かって伝えるようになりました。はい、ということで、あと半まで45分ぐらいですかね。はい、その間ちょっと楽しい話というか、先ほどまでのと違って恐竜の話をちょっとしたいと思います。恐竜の話聞いたことある人ちょこっと、はいはい、あ、そうだね、津田でしたかな。はい、多くのクリスチャンはですね、恐竜ってどう扱っていいのか分かんない、なぜなら進化論では6500万年前に滅んだっていうふうに言われているからですね。聖書では恐竜は何て言ってますか。ね、はい、聖書では恐竜のことを何て言ってるでしょう。あまり良くないもの、はい、恐竜のことを聞かれて答えられるクリスチャンってどれぐらいいるでしょうね。そういうところを答えられるようになりたくないですか。例えば恐竜は本当にいたんですか。でクリスチャンの人、いや6500万年って聖書にないよねっていうことで、いや、いなかったんじゃないのかなって思う人もいます。でも化石があります。当然恐竜はいたわけですね。この写真は恐竜の巣の化石ですけれども、恐竜はどれぐらいの数がいたか、種類で言えばですね、種類っていうのは同じようなものですね。例えば左上はですね、ティラノサウルスの仲間ですね、アロサウルスとかティラノサウルスとか、そういったものですね。右上はトリケラトプスの仲間ですね。ちょっとずつ形が変わっているものもあるんですけれども、そういうのは一つの種類と数えます。左の下はブラキオサウルスの仲間ですね。これもウルトラサウルスとかスーパーサウルスとかそういったものもいますけれども、それらは一つの種類と考えます。遺伝的に例えばライオンとトラと猫と違うように感じるかもしれないですけれども、種類としては一つの種類ですね。まあ、そういうふうに聖書に基づいて考えると、恐竜っていうのはだいたい50種類ぐらいいたっていうふうに考えられます。これは恐竜の卵の化石ですね。こういう化石が出てくるのって不思議だと思いませんか。なぜかっていうと、卵の中ってすごく柔らかいですよね。で、そうすると卵の中って、例えばこの死んだとしたらすぐ腐ってしまって
ってドロドロになってしまいます。非常に柔らかいものですね。それが化石になっているっていうことですね。なぜなんでしょうか。そういうことが疑問として出てくるわけですけれども、でもこういう化石があるっていうことは恐竜が存在したっていうことを示しています。で、恐竜の足の骨のレプリカなんですけれども、これ1メートルぐらいの高さまで足を出すとこれぐらいですね。この人の身長が2メートルまではないと思うんですけれども、この足の骨どれぐらいの高さまでいくと思いますか。ちょうど腰の位置までですね、恐竜の腰の位置まで、右側にメートルと書いてありますけれども、2メートル、3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、この建物の高さどれぐらいでしょうね。天井まで5メートルぐらいですか。どうでしょうね、メートル、多分5メートルぐらいですかね。それよりも上まで足が行く動物、この中に、この建物の中に恐竜入れた頭使えて入れない感じですかね。こういうのが実際にいたっていうことですね。そういう恐竜の一つがギラファティタンっていう動物ですけれども、このギラファティタンの、この四角の一マスが1メートルですね。ですから腰までの高さが 1,2,3,4,5,6 メートルぐらいあります。これもで、全長が20メートルぐらいですね。人がここに立ってますけれども、人と比べると恐竜はこれぐらいの大きさがあります。で、これウィキペディアから撮ってるので、皆さんもこういう絵を使いたかったら簡単に撮れますけれども、で、恐竜っていうと私たちは大きいっていうイメージがあると思うんですけれども、こういう実際にギラファティタンみたいな巨大な恐竜もいるんですけれども、小さい恐竜ってどれぐらいだったと思いますか。どうですか。3メートルぐらい、はい、いかがですか。小さい恐竜、今の鳥ぐらい、はい、2人だけ質問しましたけど、それぞれの人がどれぐらいだろうっていうのはあると思いますけれども、実際はですね、エオラプトルっていう、秋山さんでしたっけ、花輪さんでしたっけ、岩村さん、はい、が言ったように鶏ぐらいの大きさです。30センチちょっとぐらいですかね。ですから一番大きい恐竜から小さい恐竜まで並べるとこれぐらいの違いがあるっていうことですね。で、私たちは恐竜っていうと何を思い浮かべますかね。で、どういう質問かっていうと、その意図は科学的に考えた場合、恐竜っていうのは何を指すのかっていうのを分けて知っておく必要があると思います。生物学的に恐竜っていったら陸上を生きていた動物を指します。で、水中の竜のことを首長竜とか魚竜っていうのがいます。それから空を飛ぶ竜は翼手竜っていうのがいます。日本ではプテラノドンって呼ばれたりしますね。そういうものがあります。水生の竜は、プレシオサウルスとかエラスモサウルスとかそういったものがありますね。じゃあ聖書の中に恐竜っていう言葉は出てくるでしょうか。
今佐藤君が言ってくれたんですけれども、聖書の中には恐竜っていう言葉は出てこないんですけれども、なぜかっていうと、それは恐竜っていう言葉が作られたのが1842年間だからですね。恐竜っていう言葉は1842年から始まっているので、聖書はもっともっと前に作られた書かれたものなので、恐竜っていう言葉はありません。その代わり竜っていう言葉が使われていますね。恐竜っていう言葉が使われる前は竜とか蛇っていう言葉で表されていました。で、恐竜っていう言葉は英語でダイナソーっていう言葉ですけれども、これは恐ろしいトカゲっていう意味ですね。聖書の中に恐竜っていう言葉は出てこないですけれども、じゃあ恐竜が全く出てこないかっていうと出てくるんですね。聖書の中に出てくる恐竜の名前、ヘブル語で竜とか蛇とか訳される言葉ですね。一つはベヒモス、英語でベヒモスですね。ヘブル語でベヘマーって言いますね。共同訳聖書ではベヘモットと訳されていますね。日本語の新改訳ではカバって訳されています。それからタンニンっていうヘブル語ですね。これも竜とか蛇っていうふうに日本語の聖書では訳されています。それからラハブ、皆さんラハブって言ったら誰を思い出すでしょうかね。出エジプトの時、エリコに入っていった時に、偵察の人たちを助けた女性のことを思い浮かべるんではないかと思いますけれども、ラハブっていうのは竜あるいは蛇っていうふうに訳されています。ヨブ記なんかでは、ラハブに、ヨブ記にもラハブ出てくるんですけれども、後で調べてみてください。それからレビアタンっていう言葉ですね。これも竜とかワニっていう、新改訳聖書じゃなくて口語訳聖書ですかね、ワニって訳されていますけれども、新改訳ではレビアタンって訳されています。これも竜とか蛇っていうふうに、翻訳されます。そういうふうに聖書の中に実際は恐竜がいろんな恐竜、首長竜とかそういうものがレビアタンだと考えられますけど、そういうものは出てきているんだっていうことを私たちは知っておく必要があると思います。ヨブ記の40章の15節から19節にこう書いてあります。これはあなたと並べて私が作ったもの、牛のように草を食らう。見よ、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ、ももの筋は絡み合っている。骨は青銅の管、肋骨は鉄のよう棒のようだ。これは神が作られた第一の獣、こういうふうに書かれているんですね。で、皆さんこれが恐竜だよって今話してしまっているので、もうちょっと失敗したなと思ってるんですけれども、この動物をもうカバを見よって抱えているこの動物をこの姿から想像してみていただければと思うんですけれども、このヨブ記の40章の15節から19節の言葉ですね。どんな姿だろうって想像つきますか？この表現から尻尾が垂れてるわけですね。どのように垂れてる、どんな尻尾だと思いますか？はい、
これも翻訳の歴史を見るとですね、明治時代に翻訳された文語訳聖書、ここでは15節のところですけれども、今何時我が何時と共に作りたりし川馬を見よって書いてあります。カバのことですね。川馬、これは牛のごとく草を食らう。見よ、その力は腰にあり、その勢いは腹の筋にあり、その尾の動く様は紅白のごとくって書いてあるんですね。先ほど読んだ聖書では、新改訳では尾は杉の木のように垂れって書いてありました。こっちではその尾の動く様は紅白のごとく、ちなみに紅白って私もこれ読んだ時分からなかったんですけれども、ヒノキのことですね。これがヒノキです。ヒノキを切るとこんな感じですね。その尾の動く様は紅白のごと、紅白、ヒノキがこうブワンブワンってこう振り回して動いている様子ですね。そんな動物が描かれているんですね。で、口語訳聖書でもですね、一番最後の3行のところですけれども、これはその尾を紅白のように動かし、その桃の筋は絡み合うって書いてあります。で、ヒノキの木が動くように動を動かすっていうことが書かれています。ヘブル語ではこの尾が動く様を表しているんですけれども、残念なことに新改訳聖書ではその動かしている様子が表されてなくてですね、ただ単に垂れてるぐらいにしか描かれていません。なんでかなって思うんですけれども、これ最初にカバって訳してしまったことが失敗なんじゃないかなって思うんですね。カバって訳してしまったので、カバって杉の木のような尾を持ってないよねってなるわけですよね。で、そんな杉の木が動くようじゃなくて、もうカバの尻尾ってちょろんと可愛いのが、まあ、これぐらいの太さですかね、ビッてこう垂れ下がってるだけなので、それで尾は杉の木のようにっていう言葉を残して杉の木のように垂れって訳したのかなって思いますね。で、新改訳の2017の方に行きますと、尾は杉の木のように垂れ下がりっていう訳になります。ちょっと皆さん、杉の木のように垂れ下がりってどんなイメージだと思いますか？尾は杉の木は垂れ下がってますかね。なんかイメージがつきにくい翻訳に変わってしまったんじゃないかと思いますね。共同訳聖書では、ベヘモットって訳されているんですけれども、ヘブル語の原文に近い意味ですね。で、尾は何て書いてあるかっていうと、尾は杉の木の枝のようにたわみって書いてある。そこに書いてありますか？杉の木の枝に変わってしまいました。ヒノキとか杉の木の太い幹がふわんって動くっていうんではなくて、尾が杉の木のようにちょろんってこうたわんでるようなイメージですね。共同訳聖書を訳した人はこれカバじゃないって分かってたと思いますね。それでベホモットって訳したと思うんですけれども、でもカバのイメージを拭いされなくて、尾は杉の木の枝のようにたわみっていうふうに訳してしまったんではないかと思いますね。ですから翻訳する人たちは一生懸命その聖書通りに訳そうと思っているわけですけれども、どうしても自分の主観とかイメージが入ってしまうので、そういうことを、そういうふうなちょっと違うイメージで訳されてしまうのは避けられないと思うんですけれども、でもそのために、その翻訳する人のために祈ることってとても大切だなっていうことをいつも思わされます。まあ、そういうことで、ここで言われているのは、尾は杉の木がまるで動いているように、あるいはヒノキの木が動いているような、そんな動物がいたんだっていうことを教えています。で、
ベヒモスっていう言葉は聖書の中でここしか出てきません。だから余計何の動物だろうっていうのが分かりにくいわけですね。特に今現代を生きている人たちは恐竜のことを直接見ることができないわけですね。ですから恐竜っていう訳をすることもできないし、何の動物だろうっていうふうに考えました。で、今日生きている動物に最も近いのはもしかしたらカバかなっていうことで、カバって明治時代から翻訳されていると思いますね。英語の聖書でもヒポポタマスというふうな訳があります。カバっていう訳ですね。それからもう一つはエレファント、ゾウっていう訳もあります。現在生きている動物の中でどれがそうだろうっていろいろ考えた結果ですね。じゃあ実際にこのベヒモスという動物、オワスギの木のように垂れって書いてある動物、さらにですね、神が作られた第一の獣って書いてあるんですね。第一の獣っていうのは、まあ、獣の中での王者っていう意味合いですね。どんな動物だと思います？皆さんカバを見て、あ、これこそ獣の王だって思う方どれぐらいいるでしょうね。きっとあんまりいないですよね。カバでしょうか。カバの尻尾ってどんな感じでしょうか。こんな感じですか。これだったらまだベヒモスって言われてもしょうがないかなって思いますね。ベヒモスはカバだったでしょうか。本当にもしですね、こうではなくてこうだったらどうでしょう。納得いきます。この聖書に書かれている表現と一致できる、できますよね。で、これはヨブ記に書かれていますけれども、ヨブはさあベヒモスを見よ、あるいはベヘマーを見よって言われたかもしれないですけれども、それでヨブはこの恐竜を見るわけですよね。そしてこれは神が作られた第一の獣って言われて、あ、確かにこれはすごいってヨブは思ったんではないかと思いますね。このヨブが生きていた時代はいつ頃でしょうか。皆さんいつ頃だと思います。だいたいアブラハムの少し後ぐらいですね。まあヤコブの少し後って言ってもいいかもしれないですけれども、その時代、恐竜がいたっていうことになってしまいます。どうしますか。皆さん、進化論では6500万年前に滅んだって言ってるわけですね。ヨブがいたのは今から4000年も前でない、3800年と700年とかそんな感じですかね。その頃に恐竜がいたっていうことになってしまうわけですけれども、世の中の科学と矛盾します。どうします。びっくりする。先ほども話しましたけれども、科学には2種類あって、一つは現代起こっていることを、現在起こっていることを観察したり実験したりすることのできる実験科学っていう分野ですね。それからもう一つは過去のことを類推していく歴史科学という分野に分けることができます。進化論は歴史科学に入れるとしたら入れることができます。また聖書の歴史の検証についても歴史科学でという分野で検討することができるわけですね。私たちは化石を見るわけですけれども、化石を見て、じゃあこの化石っていうのはいつのものかっていうと、化石があるのは現在です。
で現在のことを現在ある化石を持って過去を推測しているんだっていうことですね。科学者たちはそれがいつ頃生きていたんだろうか、どのようにして亡くなったんだろうか、そういったものを推測して、進化論に基づいて考えると6500万年前っていうことになるわけですね。聖書に基づいて考えると全く違う答えが出てきます。聖書の天地創造を信じている人は恐竜はいつから存在するようになったかっていうとですね、恐竜は陸上の動物だっていうことを先ほど話しました。陸上の動物が作られたのは創造の第6日ですね。ですから聖書をそのまま信じている人たちは恐竜が作られたのは創造の第6日ですよって答えることができます。聖書を信じてない人は恐竜は今から2億3000万年前に出現したっていうふうに言うわけですね。そして6500万年前に絶滅した、そういうふうに信じているわけです。でも聖書を信じている人はだいたい今から6000年ぐらい前に恐竜は作られて、そしてノアの洪水の後も生きていて、ヨブはその恐竜を見ることができて、その後も聖書に例えば詩編の24編でしたかね、104編でしたかね、ちょっと見てみ、あ、ちょっと探してみましょう。レビアタンっていう言葉が出てきます。レビアタンはあの首長竜のことだと思いますけれども、レビアタン、詩編の104編ですね。はい、ありがとうございます。詩編の104編にちょっと読んでいただいていいですか。レビアタンのところ。これターン売れます。104、ごめんなさい、104-26、詩編104編26節、そこ船が通いあなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。はい、ありがとうございます。当時その詩編の104編が書かれた時、海の中にレビアタンが生きていたということですね。レビアタンっていうと一般にはあの幻の神話的な生物だっていうふうに考えられるわけですけれども、でも聖書ははっきりそれが存在していたっていうことです、言っています。で、レビアタンは架空の動物ではなくてプレシオサウルスとかエラスモサウルスとかそういうものを指してレビアタンって言っていただろうというふうに考えられます。そういうふうにですね、聖書に基づいて考えると恐竜は実際に天地創造の時に作られ、レビアタンが作られたのは創造の第5日ですね。水の中の生物、それからプテラノドンみたいな翼種竜が作られたのも創造の第5日、空を飛ぶ鳥というふうに呼ばれます。ついでにあの聖書が言っている鳥と皆さんが考えている鳥はちょっと違うかもしれません。どう違うかっていうと、私たちは生物学で鳥っていうのを学ぶので生物学の鳥を鳥だと思うわけですね。聖書が語る鳥っていうのは空を飛ぶ動物です。例えば、レビ記でしたかね、レビ記ではコウモリのことを鳥と呼んでいます。皆さんはコウモリ鳥だと思いますか。生物学では鳥っていうふうに枠組みに入れないわけですよね。でも聖書が言ってるのは空を飛ぶ動物全般を指して鳥と呼んでいるので、プテラノドンも鳥っていう分類になります。まあ実際に聖書の中でプテラノドン出てこないですけれども、で、過去を調べるときですね、
何を土台としているかがとても大切になってきます。聖書を土台として考えると、恐竜は6000年前に作られて、いつの間にか絶滅してしまったろうというふうに考えられます。聖書を信じていない人は、恐竜は今から2億3000万年前に出現して6500万年前に絶滅したっていうことを信じるわけですね。これは推測が鍵となっています。実際に見ているのは化石だけですね。で、この地球も進化論に基づいて考えると45億年前に作られた、出現したっていうふうに考えられます。恐竜については6500万年前に絶滅したっていうふうに教えています。でも誰も見てないわけですね。推測でそれを語ってるんだっていうことを私たちは知っておく必要があります。例えば推測のことをさらに言えばですね、もし恐竜が絶滅しなかったら、進化論を信じている人は今恐竜どうなっている可能性があるかっていうことを論じています。トゥルオドンという恐竜が絶滅しなかったらディノサウロイドっていう存在になったって言ってるんですけれども、みんなどんな姿だと思います？ディノサウロイド、6500万年前に恐竜が絶滅しなかったら今ディノサウロイドになってるっていうことですけれども、こんな姿です。どうですか？これはあの群馬県の自然史博物館に堂々と展示してあります。これは事実ですか？実際にこう なるんでしょうか？それとも空想の話ですか？空想の話ですよね。で、もし恐竜が絶滅しなかったら今頃進化した恐竜人間になっているっていうことですね。じゃあ、 あの現実の話をしたいと思いますけれども、1994年にティラノサウルス、恐竜の一つですね、ティラノサウルスの血管が発見されました。メアリー・シュパイツァー博士が、恐竜の発掘をしていたわけですね。ティラノサウルスの骨を発掘して、大腿骨の骨を発掘して、それでそれを研究所に運ぼうと思って、でトラックに積むために、ヘリコプターで吊り上げました。それでトラックのところに移動していく途中で骨がスルスルスルってずれて下にガシャンって落ちてしまいました。その骨どうなったかっていうとバラバラですね。それであのシュワイツァー博士もう中んばかに走り寄って、まあ見てないんで勝手に想像してますけれども、中んばかりに走り寄って、ああ大変なことになったと思って見てみたらですね、ここは本当です。骨の中身が硬くなってなかったんです。化石になってなかったんです。で血管が見えて、この顕微鏡用の写真ですけれども、赤血球が見えています。でこれを見てですね、シュワイツァー博士はびっくりしました。でこういうふうに、これはあのサイエンス誌に載った記事ですけれども、それはまるで現在の骨の薄切りを見ているようだ、余裕だったではなくてようだったですね。まるで今取れた骨の中を覗いてその様子を見ているようだったっていうことですね。しかしもちろん私はそれを信じられなかった。そして研究室の専門家に、その骨は6500万年前のものなのよ、どうして赤血球がそれだけの時を存在し続けられるというのと言った。こういうふうに書いてあるわけですけれども、なぜこれが6500万年前のものって彼女は決めたかっていうと、進化論がそう言ってるからですね。でも見ている現実は、この赤血球がそれだけの期間耐えられるはずがないっていうことですね。
例えば皆さん血を流すとその血の中に赤血球含まれているわけですけれども、血をこう例えばここにペタってつけたとしたら、どれぐらいその血はそのまま残り続けますか？多分1週間もしないうちに色も分からなくなって赤血球もなくなってしまうわけですね。分解されてしまってですね。で、骨の中なので周りは硬くなって硬い石のようになっている状態ですけれども、まだ中は柔らかい状態だったわけですね。で、そういう状況でもどんなに保存状態良くてもだいたい数千年ぐらいが限度じゃないかって言われています。この骨は6500万年前って本当でしょうか、それとも数千年前が本当でしょうか。この骨の証拠から見ていくと、おそらく数千年前に埋められてしまって化石になった動物恐竜ではないかっていうふうに考えられるわけですね。人と恐竜の関わりって何の証拠もないと思いますか、それともいろんな証拠があると思いますか。これは科学的な証拠ですけれども、恐竜がそんなに昔にはそんなに古くないっていう証拠の一つですね。アメリカの洞窟に描かれている絵にこんなのがあります。見えますか、何か。なんとなく見えますか。まあ、はっきり描くとこんな姿になります。これ何だと思います。落書きでしょうか、勝手に想像して描いた落書きでしょうか、それともこういう動物がいたっていうことを知ってる人が描いたんでしょうか。これはおそらくアメリカインディアンが描いた絵だと思いますけれども、これはですね、イギリスの公式の記録に載っている、あんまり時間がないので急がなくちゃならない、公式記録に載っている騎士がですね、セントジョージという騎士がこういう姿の動物と戦ったっていう記事、まあ、記録ですね。この動物の形はスピノザウルスに似ているわけですね。それからアンコールトムという遺跡がカンボジアにあるんですけれども、その中にこういう動物が描かれています。皆さん何だと思いますか。ムーミンですかね。背中にこういうたくさんつけてるわけですね。おそらくステゴサウルスを表してるんじゃないかと思われます。他にもいろんな動物たちがいます。それからこれは1600年代ですけれども、イギリスの、ですね、ちょっと名前をど忘れしてしまいましたけれども、イギリスの司教のお墓ですねにこういう動物の絵が彫り込まれています。この金色の縁にはたくさんの動物が描かれていて、今生きている動物たち描かれているんですけれども、これだけ今いない動物ですね、恐竜の絵が描かれていました。こういうことがあるっていうことは、比較的最近まで恐竜は生きていた可能性があるわけですね。それがですね、今だんだん恐竜が少なくなるにつれて、話に尾ひれがついたりして、で恐竜の姿っていうのが、まあ、欧米ではこういう姿ですね、ドラゴンっていう姿に変えられて、で実際は右側の写真、鏡の中のような姿なのが、こう想像が膨らまされて左側の姿のようになったんじゃないかって考えられます。で、翼種竜と恐竜とが合体したような姿ですね。それから干支っていうのがありますけれども、ネウシトラウ、タツミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イヌイ、この中で今日生きていないのはタツだけですね。
ということはこの十二支が定められた時は辰も生きていたんではないか、教授も生きていたんではないかって考えられます。教授はいつ作られたかっていうことについては野の獣の一つとして創造の第六日に作られたと考えられます。ですからエデンの園ではもしかしたらアダムとエバは教授に乗って遊んでいたかもしれないっていうことが言いますね。これ右側にステゴサウルスがいますけれども、ここでは恐竜カラフルに塗ってあります。で、実際の恐竜の色は私たちには分かりません。なぜかっていうと、恐竜の色素は化石になるときに飛んでしまうんですね。だからどういう色素を持っていたかっていうのを調べることができないので、全部恐竜は暗い色でされていますけど、実際はこんなだったかもしれないっていうことですね。じゃあ恐竜は最初何を食べてたでしょう、エデンの園で。はいはい、植物ですね、木の実とかですね。それは創世記の1章の30節にこうあるからですね。すべての動物が草食だったことを書いてあります。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。だから最初は肉食動物っていうのはいなかったわけですね。肉食動物が生まれてきたのはアダムとエバが罪を犯した後です。創世記の6章の方に行くとですね、6章11節12節にはこうあります。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。もう動物たちも互いに食べ合ったり、本来主はそういう目的で作ったのではないことをするようになっていたっていうことですね。この時の恐竜のメニューにはこういういろんな動物も入っていたのではないかと考えられますね。はい。で、この動物たち、地上の動物たちはこの後どうなったかっていうと、ノアの洪水によって滅ぼされるわけですね。恐竜も当然化石になるわけですね。箱舟に乗らなかった動物たちは全て滅ぼされてしまいました。で、箱舟に乗った動物、箱舟に乗らなかった動物たちはこの時に埋められて化石になってしまったものがたくさんいると思います。皆さん北海道のムカワ町っていうところからですね、ムカワ竜、まあ、今は名前がカムイサウルスジャポニクスっていう名前がついたんですけれども、化石が発見されました。これ右側が小林准教授ですね。で、左側が発見者の堀田さんっていう方ですけれども、で、発掘した時にこれ全身骨格が埋まっていたって、この右側の絵のようなですね、こういう姿で埋まっていたっていうことです。で、これ発掘された骨が保別博物館に展示してあります。で、今はカムイサウルスジャポニクスですけれども、どういうところで見つかったかっていうと、海の中で堆積した地層から見つかったっていうことですね。海成層からです。で、その場所は当時の陸地から10キロメートル以上離れた場所から発見されているっていうことですね。で、それなのにほぼ全身骨格が出てきたっていうのは科学者たちの頭をひねらせました。なぜかっていうと、10キロメートル先まで恐竜が運ばれていって、で、そこで沈んで何千年もかけて地層が堆積して、それで埋められたのに骨がそのまま残ってるっていうのが不思議でしょうがないわけですね。もし進化論的に考えたら、普通だったら
10km 運ばれてそれで沈んだとしても、そこにいる生物にパクパク食べられてしまうわけですね。でバクテリアに分解されて、何も残らないっていうのが普通です。私たちが海に行って海底を見たらどうですか？何か生物の死骸がゴロゴロ転がっていて、ここの生物は半分埋まってるとか、そういうのを見つけることできるでしょうか？ないわけですよね。それはそういう方法では化石ができないからです。じゃあ何が起こったのか。ノアの洪水が起こったならば一気にドシャッと土砂に埋められて、あの化石になることができるわけですね。であのこの保別博物館の西村さんという学芸員の人と会って話を聞いたんですけれども、ということでこの続きは明日ということになってしまいますね。はい、ではあの西村さんの話から明日続けたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。